すべてをぶつけます。叩き込む。Hello， 大家好，我是马神。今天想跟大家分享一下 Monster Hunter Rise and Break 入面冲能虎属性超解流改套装。如果喜欢玩冲能虎电锯流的朋友呢，就可以参考一下上述我这条影片所提及的配装啦。那我先介绍一下这一套冲能虎属性超解流改套装的一些基本资料先。基础攻击力是366，雷属性攻击力是60，防御力是693。那装备技能方面呢，我就加把晒攻击力、雷属性攻击强化、弱点特效、会心击属性、炮弹装填，还有回避距离 up level 2。另外这套装入面咧，超回心 level 2咧都已经够用噶啦。武器方面咧，我就用紧黄牙盾斧风雷改啦，配粒攻击石，个头就系火狼 X 头盔啦，配埋粒会心击属性石，个身咧就系雷狼狼 X 海甲，咁只手咧就系火狼 X 腕甲啦，配埋粒超会心石。腰方面咧就系雷狼狼 X 腰甲，配粒攻击石，而只脚咧就用紧呢个恩宠护腿，配埋粒炮弹装填石。咁最后护石方面咧，我就抛咗粒弱点特效石啦，同埋一粒炮弹装填石。咁跟住嚟咧就系揾黐火龙作为我哋嘅试验对象。標的発見です。仕掛けてきますよ。すべてをぶつけます。蹴散らします。ご注意を。気をつけてください。ご注意を。仕掛けてきますよ。気をつけてください。ご注意を。手加減なしです。気をつけてください。ご注意を。気をつけてください。仕掛けてきますよ。ご注意を。蹴散らします。我が総流をご覧あれ。総流完遂です。総流始めます。完璧です。本気にさせましたね。気をつけてください。ご注意を。仕掛けてきますよ。
逃しませんよ。容赦しませんよ。ご注意を。気をつけてください。これで元通り追いましょう。よし。すべてをぶつけます。さて、参りましょうか。総流完遂です。ご注意を。気をつけてください。ご注意を。気をつけてください。行きますよ。仕掛けてきますよ。ご注意を。気をつけてください。叩き込む。以上就是属性超解流改套装了，希望今集帮到你了。我是马神，我们下期片再见，系咁先，拜拜。